どうも、ねずっちです。自転車の盗難というのは年間かなりの数あるらしいんですけど、そんな中ですね、自転車の鍵をかけているのに盗難に遭うと、それもまた多いんだそうです。そこである方がですね、犯人が盗もうとも思わないぐらい汚い自転車にしちゃえばいいんじゃないかというんで、鳥の糞のシールというのを開発したんだそうです。その鳥の糞のシールかなりリアルらしくてですね、それをこうサドルに貼っつけるというんですけども、実際年間、1000件以上ね、盗難に遭う地域に5日間、鳥の糞のシールを貼っつけて、鍵をかけずに自転車を放置したらですね、なんと無事だったというんですね。だからこれシールだけにね、貼ったりが効いてますよね。だけどこれね、人気商品になっちゃったらまた問題になっちゃうね。みんながそのシールを貼っちゃったらね、さすがに犯人の方も気がついちゃうっていうね。不思議だね。鍵をかける側じゃなくてね、犯人の方がその事実を鍵つけちゃうっていうね。ただね、シールだと思って乗ってみたらね、本物の糞だったら笑っちゃいますけどね。そんな時犯人は言うでしょうね。クソっつってね。ねずっちです。ではまた。